高田家領内の寺社仏閣がある。万事教を名乗る集団に次々と襲われ、目的は人を意のままに操る怨霊を封印したと伝わる呪縛石である。山中深く99の石段の先に立つ金王寺を総本山とする万事教は、持ち去った呪縛石を祀っているという。呪縛石の力か、領民へ影響を及ぼし始めているのも気がかりである。横島な神の所業、葬るは影の務めよ。私の子に何かするつもりじゃな。あんたこそ何者よ。その腹に飲み込んだ石返してもらうよ。うちの子。あんたも石に封じてやるよ。また会ったな。少しは楽しませてもらったわ。あんたは確か、今度は相手になるよ。意気込みだけではわしに勝てぬぞ。少々侮っておったわ。次は必ず仕留める。